こんにちは。身体のまさき、イメージキャラクターのまかすくんです。本日はですね、奈良市にございます、共栄ビルという物件の704号室に来ております。それではまかすくんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい、さあまずはですね、こちら玄関となりまして、玄関入ってすぐにはね、下駄箱収納、こちら付けられております。さあまたですね、玄関入って左手側が、洗面のフロアとなります。さあこのようにね、洗面フロアには、洗濯機、また、独立の洗面台ですね、こちらについております。はい、まだ奥の方行きますとですね、こちら、ウォシュレット付きのお手洗い、このようについております。はい、さあまたお向かいの方が、お風呂場ということでですね、こちらはですね、はい、換気窓付きのお風呂場となっておりますね。はい、このようにですね、テレビの方もついておりますね。はい、ではですね、こちらの洗面フロア出てまいりまして、続きましてはこちらリビングですね。さあリビングの方もね、大変広い、リビングスペースとなっております。はい、このようになっておりますね。広々とね、ゆとりのあるリビングスペースとなっております。はい、さあまたですね、こちらバルコニーの方出てまいりますが、バルコニーの方もですね、このように大変広く作られておりますので、洗濯物もね、たくさん干していただきます。7階ということでですね、大変見晴らしもいいですね。はい、それでは続きましてですね、こちらリビングにございます、こちらインターホンですね。こちらモニター付きのインターホンですね。こちらマカス君おすすめとなります。また収納の方がですね、このように、3段のクローゼット収納となっております。はい、たくさんね、収納できる設備ですね。はい、またこちらがですね、キッチンスペースですが、下の方にもね、しっかりと収納がございまして、上にもね、しっかりとございます。シンクがありまして、作業スペースに IH のですね、こちらは2口のコンロとなっております。また冷蔵庫や電子レンジですね、こちらまた、食器棚の方もね、置かれております。はい、またお隣のお部屋もね、洋室ということですね、寝室にね、使っていただけるようなお部屋となっておりますね。さあこちらも大きなクローゼットついておりますね。右側はですね、こちらハンガーポール付きなので、お洋服もかけれるようになっておりますし、こちらのお隣の左側のクローゼットはですね、このように段タイプの収納となっております。衣装ケースね、積んでいただけるようになっておりますし、さあこちらエアコンの方もね、このお部屋にもついております。また2面バルコニーということでですね、こちら、こちらのバルコニーにもね、洗濯物等はね、干していただけますし、はい、このようにね、景色を見るために使っていただいてもね、結構かなと思います。はい、それではですね、こちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からですね、お知らせの方がございます。はい、賃貸のまさきではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしの良い心、賃貸のまさきではお客様の部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。